どうもこんにちは、ゆうこれです。今回はちょっと意外と寝れないんで、ビーザル降臨行こうと思います。はい、パーティーはね、こんな感じ。まあなんかすごいややこしいパーティーにはなってるんだけど、まあその分ね、軽くゴリゴリで、道中難しい代わりにね、どんどん倒していける編成になってます。ボスがね、HP125 個あるんですね、ネタバレすると。なんで、ゴリゴリに軽く詰め込んでます。はい。マリエルに回復キラー3突ですね。今回のために遅延6を剥がして、回復キラー3突にしました。これに関してはボスで殴り合いすればいいので、別に回復キラー3突はなくても OK です。はい。で、ゼロですね、神キラー3突。これは欲しいですね。超覚醒無効貫通の神キラー3突ですね。で、エリカ、今回一番重要なのがこいつで、こいつレベル110にして回復キラー3突、超覚醒回復キラーしてあげてください。ボス、こいつで殴り切ります。はい。なので、必ずエリカ、必須です、このパーティー。で、エスカワリ2体ですね。これに関しては、変換ドロップ。間違えた。変換とかできるキャラがいいんだけど、やっぱエスカワリがね、光ドロップ安定して呼べて、さらに光ドロップを待って軽くぶち上げれるんで、エスカワリにしてます。これがエスカワリじゃなくなったら、火力は不足すると思うので、その場合は頑張ってもなんか軽くできるサブ入れてください。で、ティファですね。はい。アシストはいりません。やっていきましょう。いや、勝てるかどうかはね、もう知らん。はっきり言って、これは。もうね、ダンジョンが悪い。で、まず、外ですね。この遠征全然攻略遠征とかなので、周回とかは全くもってこの遠征でお勧めできません。安定はするんだけど、めんどくさすぎて、やってらんないんで、こんな遠征で。あくまで1回勝って、あとは P 上げするって方は、これで1回勝てばもう十分かな。しかも、こんななんか軽々しく出してる編成で、編成難易度相当高いんで、やっぱこのダンジョンがね、どれほど難しいか少しぐらい伝わればいいなと思ってます。はい、で、1ターン目こんな感じで、光1列含みながらマリウのリーダースキル発動して突破していきます。で、2ターン目ですね、2階層ですね、ごめんなさい。2階層は1コンボしていきます。はい、エリカ貯めましょう。3ターンで貯まるんで、ちょっとワンパンしても大丈夫です。はい、実はここだけちょうどいい感じなんですね。びっくりした。今日ちょっと実家帰ってるって話なんですけどね、犬が隣にいる中で撮ってるんでバレたかもしれない。起こしちゃったらもうごめんな、深夜2時に起こして。で、ここでエリカ使いましょう。で、これで遅延できるんでね、はい、いい感じに、こんな感じ光ドロップ残しながら指現象は終わるのを待ってください。パズル上手い方はちゃんと指現象待たなくてもワンパンできます。僕はパズル苦手なので、指現象が終わるのを待っています。で、終わったら適当にこんな感じで軽く出してあげて突破していきましょう。ちょっと待って、これはやばい。ちょっと、まあ6コンボだからいけるかな。マリエルが無効貫通あるんで、まあでも多分これは絶対倒せる。 OK、 はい、でこれで突破していきます。ここキラー乗らないんでね、しっかりと火力出していきましょう。で、3階層、ここに関してはこの人意外と硬いので全力コンボしていく必要があります。なのでここエスカマリ使っちゃいましょう。1個目のエスカマリここで打ちます。この子ね、列で倒し切ろうと思ってもね、意外と強くて倒せない時があるのかな。多分倒せると思うんだけど、意外と強いんで注意。で、エリカが地味にね、7コンボ強化持ってて、普通に光超えちゃう時があるので、できるだけ闇は消さない方がいいんだけど、結構消したからこれはやばいかもしれない。これは消しちゃいましたね、完全に。この場合はもうね、仕方ないんで、もう一発殴っていきましょう。でも意外とあれだね、列でもいけそうだね。列じゃない、あ、これは無理か、さすがに。どうだろう、わかんない。闇消したら絶対無理なんだけど、あ、無理ですね。あ、無理ですね。確信。ワンチャン？エリカの7強が強すぎるんだよな、これ。おー、ナイス、いったね。オッケー。エリカ、これ左に配置した方がいいね。これ、エリカ多分左から2番目に配置した方がいいわ。それだわ、ゲイ。エリカ入れれば、左から2番目に配置してください。はい。それですね、明らかに。改善点としては。で、この子はね、ショターね、もうしゃあないんで、盤面整理してください。光ドロップを抜ければ十分かな。ルレットが来るので、ルーレットをガン無視しながらパズルしてください。はい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 、あー待ってね、あー待ってね、あー待ってね、待ってね、まずい。 OK、 これでいこう。6コンボはちょっとまずいかもしれない。6コンボはまずいかもしれないけど倒せるんです。なんでかっていうと、エリカが強いから。そう、エリカがマジでやばいんで、まあ、正面エリカがいればなんとかなる。今のところも1億ぐらいなんだけど、エリカがいればどうにかなります。で、ここね、一番大事な場所、これマジで注意してほしい。まずヒドロップ消してください。ガチ大事、絶対忘れない。これヒドロップあるとやばいです、マジで。で、次倒してください。ヒドロップを消しておく、もしくは光皿を使うとかしない限り、これマジで普通に終わります、ここで。そう、なんでかっていうと、飛球種があるからですね、もちろん。そう、飛球種が結構うざいので、しっかりとヒドロップだけ消してから突破しに行ってください。まあ、ヒドロップ消しておけば基本的に大丈夫だと思います。これちょっと地味にリーダースキル発動ミスってますね。あー、これはやったな、さすがに。これはちょっと倒せないと。あ、倒しちゃった、強っ。
リーダースキルもはや発動しないんだけど倒しちゃいましたね。まあ、ヒトロップだけ消さないように注意してください。でここね、エスカマリ1枚残しておいてもらって、エスカマリ打ちましょう、ここで。これないとね、毒ドロップ全消する必要があって、マジでパズルむずいんで、これ絶対残しておきたい。今、シレットめっちゃ大事なこと言ったからね。ここ本当に絶対残しておきたいんで、普通に残しておいてください。で、ここしっかりとリーダースキル発動して突破していきましょう。OK。ここまででもうエスカマリ2枚は使っちゃって OK です。はい。では、多分そろそろエスカマリ帰ってくると思うんで、あと3ターンですね。はい。ボスぐらいにはいい感じに帰ってくると思います。あ、意外と帰ってこないな。意外と帰ってこないけど、まあいい感じに帰ってくると思います。はい。で、ここはね、追い打ち組みながら、光6で倒していってください。光ゼラが追い打ち持ってるんで、その追い打ちで倒していきます。でも盤面で組めないときはね、落ち込むんでしてください。あー、ミスっちゃった。あー、ミスっちゃった。あー、いろいろミスっちゃったよ。マックスブライダー、これをやった、今マジでやったって言いたいところなんですけど、安心してください。追い込みしたとしてもね、この子全然優しいんで、5ターン消せなくなるだけですね。で、じゃあ5ターン消せなくなるからどうなるのかっていうとですね、ちょっと一旦攻撃食らってみましょう。はい。次のターンですね、攻撃力が2倍になるという脅しをしてきます。はい、2倍になるよって言って、その後にこんな感じでこれしてくるんですね。だからこんな感じでしてあげれば、これで全然普通に耐えれます。はい。まあ、パーティー試合がね、そもそも強いので、なんとかなります。で、まあ、ただこれ意味があるのかっていう話なんですけど、そもそもマリエルとゼラ、そしてエスカマリ、スキルダメができるので、こういう風にパズルミスしたとしても、ね、全然焦らずに盤面で、しっかりと回復しながら耐久してあげてください。3ターン分ぐらい余裕で耐えれます。ちょっとごめんなさい。本当はいつもならここでカット挟むんですけど、ごめんなさい。ちょっと今日はカットができないので、カットはすぐにできますね。ティアとかもあるんでね、ティアとかも使いながら耐久してあげてもらうと思います。はい。で、あと1ターンですよね。で、この次にまたね、同じことしてくるんですよ、この人。優しいんですね、意外と性格が。俺とは違って。はい、こんな感じですごい優しいんでね、この人に甘えて、はい。ゼラ使って突破していきましょう。まあ、万が一パズルミスしても大丈夫なんで安心してください。冷静にリカバリしてください。ちゃんと回復だけしてもらえれば大丈夫なんで。指減ってるけど、それでも回復できるような感じで、盤面を整理してもらえればなと思います。ちょっとクソ盤面すぎません？これはさすがに。やばくないですか？それは話変わるのだって。クソ盤面にボルがある、それはちょっと話変わるの。さすがに追い込めてるよね、これ。ミスないよ、まさか。あ、ミスった俺今。うわー、ちょっとごめん、入れてなかった。ミスってたっぽい。でもちなみに2回目以降は回復ありません、多分この人。多分です、それは。これは多分の情報なので、こんな感じで。OK。これは組めてるね。多分ミスってなんかな、わからんけど。でも、意外とね、全然どうにかなるんで、安心して突破してください。まあ、結構グダっちゃって申し訳ないんだけどね。まあ、こんぐらいグダっても逆に言えば倒せるってことなんでね。安心して突破してもらえればなと思います。で、ラストボスですね。こいつ実質125億です。12.5 億 HP の 90% 軽減ですね。やばいですね。しかも悪魔キラー、悪魔タイプ半減あるので、ゼラは悪魔タイプなんで半減くらいあります。やばいですね。だからエリカ頑張ってくださいって感じなんですけど、まず初手ですね、先制飛んでくるんで注意してください。63,200 かな、なので 63,201 以上確保しておけば大丈夫だと思います。で、ここはまず1ターン回復してからでも OK です。はい、だいたい次の攻撃が、6万ぐらいだっけな、そんなめちゃめちゃ強くないはずなんだよ確か。あ、こんなもんかって感じだったんで、一旦回復しておいて、そうですね、6万ぐらいですね。唐突の裏切り。まずここはね、一旦ちょっとエリカ使ってあげて、軽く出しながら倒していきましょう。倒していくっていうか、削っていきましょう。ただまあ、盤面もよろしくないんで、このまま、一旦、こんな感じで、組んでいきましょう。はい、OK。これで、一旦ちょっとまず様子にしてみよう。大体どんぐらい削れるかも見てほしいんだよね。これで、こんなもん。はい、だから意外と削れる。そう、だからエリカがマジでやばいっていうか、ちょっと圧倒してほしい。エリカがやばいから意外と削れるんですね。ね、これちょっとティファで軽減だけ貼っといて、あー、順番悪かったな。エスカマリからも、あー、ちょっとやらかしたな。まあいいや。んで、ここはね、無効貫通組んでいきましょう。いきますね。ちゃんとね、マリエのリーダースキルだけ忘れないようにしてもらって。こんな感じですかね。はい、無効貫通組みながらの、初コンボで、だいたいこれでね、火力が結構出るんですよ。はい、エリカはもう余裕で21億完走してますね。こんな感じで火力が出せます。で、耐えれるのでこのターンで突破していきましょう。マリエルからのエスカマリでいいかな。はい、
まあしっかりとね、見せらないようにして突破していきましょう。ここで見せるとちょっと、ね、面白くないんでね、さすがに真面目に組みます。OK、 これでちゃんと無効貫通組みながらの9コンボですね。まあこんな感じやってもらえれば勝てる段取りになってます。はい、ちょっと7回速だったって申し訳ないんですけど、まあでも倒せましたね。まあこんな感じやってもらえれば勝てると思います。でまあこれの周回編成は僕は1ミリも思いつかないので、出たらそれで周回しましょう。基本的に P 上げでいいと思います。でね、一応新キャラの解説だけしておくと、ウィザルに関してはね、エノーラと同じ感じのスキルで、すごい優秀なんでね、ぜひとも作りたいキャラなんですが、一応ね30上げとすごいねハイコストなんですね。で一応ランダム編成1月1日なんだけど、今日多分あと2日までには投稿すると思うんだけどね、その編成はボルスーンで代用した編成も出すんで、最悪ビーザル作らなくてもその編成でいける可能性あるんでね、ちょっとまだまあそんな焦らずに待っててもらえればなと思います。で一応ねドロップキャラのこのトゥクトスなんですけどね、この子がこんな感じで操作時間3秒、なんだこれ、なんかやべえやつ書いてるけど、やべえこと書いてるけど、まあ一旦ちょっとリーダースキルとかも置いといてね、あの覚醒がいい感じのキーラーを持ってて、なおかつスキルがねランダムで鬼頭邪魔ドロップを15個ずつ生成、これがねランキング難度とかで使える可能性もあるんで、まあ30上げだけどね作っておく価値はあるんじゃないかなと思います。まあでも P 上げになると思うんでね、作る方は頑張ってください。まあそんな感じで今日の動画は終わりにしようと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。